はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ田中です。それではですね、本日もしっかりとイラストの方を描いていきたいと思います。で、今回何を描くかというと、寄りの葉っぱ、こちらを描いていきます。寄りの葉っぱをね、しっかりと結構写実的な感じでしっかりと表現していきたいと思います。で、そうですね、今回は欅の葉っぱを描いていきたいと思います。結構もうね、多分公園とかにパッと植えてあったりもするんですけど、まあ、他にはまあ秋にれとか春にれなんかの葉っぱもあるんですが、本当にもうスタンダードかなっていうのが多分欅あたりかなと思うので、まあまずは欅の葉をいろんな角度から見て、いろんな角度で描いていきたいと思います。さあ、まあ早速描いていくんですが、そうですね、欅の葉の特徴として、先っぽが尖っていて、さらにこう葉の輪郭がギザギザしています。ちょっとね、描きづらいかもしれないんですけど、まあそれはまあ置いておいて、しっかりと表現できるようにしていきたいと思います。とりあえずまず普通に描いていきましょうかね。まず手前、普通にこう真上から見た感じ、こちらを、そうですね、真上から見た感じとか正面にこう垂れてきてる感じの葉をちょっと一枚描いてみたいと思います。そうですね、形を取るまではちょっと進めてしまいます。さあ、描き進めてまいりました。で、一応こんな感じで、形を取っておりますが、ここからですね、クリッピングマスクまず作ってもらって、ちょっと塗っていきたいと思います。そうですね、葉っぱの表面の明るくなってる部分はちょっと緑も使いつつ、今回はどうしようかな、今回ちょっと左上からのイメージでちょっと描いてみましょうか。ライティングはで、ちょっと黄緑系の色も挟みつつ、明るい方の葉っぱの方は結構ね、緑みを強くしても大丈夫だと思うんで、こんな感じでちょっとグラデーションをつけながら、まあ、この辺りがちょっとこう横から見ると葉っぱの断面図ですね、葉っぱの断面図って、ここに茎があって、ここもこう伸びてるんで、こうじゃないですね、こう伸びてたりするんで、どちらかをちょっとね、暗くしてあげたりするとそれっぽくなるんですが、こう全部これがこのままこの調子でビッといってるわけでもないので、全体的にこれをつけてしまうとちょっとおかしなことにもなってきます。なのでちょっとここからはちょっとグラデーションで遊ばせながらね、分かれてるところと分かれてないところの表現もしっかりしながら、こう色をのせていきたいと思います。分かれてるっていうのは、中心からこう明るい暗いっていうのが分かれてる、こうパッキリ分かれるんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつこう先っぽに行くにつれてこれが馴染んでいったりとか、逆にこっちの付け根の方はもっと明るくなってたりとか、そういうの光の当たり方によって全然変わってくるので一概には言えないんですが、こうやってちょっとずつ入れてやると、うん、それでちょっとね、あとはちょっとグラデーションをつけてぼかしたりしてやれば、最初の下地はもうすぐにねできちゃうと思うんで、しっかりとそこを意識しながら描いていきます。じゃあちょっと進めていきましょうかね。こう書きながら、ね、こんな感じで、で葉脈がこんな感じでこう入ってるんで、そっちのストロークに合わせてやったタッチも入れてやるといいと思います。ただこっちはちょっとね暗めにして、
やるとなんか雰囲気が出てくると思うので、ただあんまりこう変えすぎてしまうとちょっとね違和感も出てくるので、そういう時はちょっと馴染ませてあげましょう。まあこれでだいぶ、もうこれでも結構だいぶねこう質感とかタッチというか葉っぱっぽい質感が出てきたと思います。よいしょ。さあこんな感じであったりとか、よいしょ。さあまあこんな感じで描いておいて、さらにですね濃い色をのせたりしてもいいですし、タッチの面に沿ってこうちょっとしっかりとこうね葉っぱを描いてあげる。葉っぱを描くっていうか、うん、タッチと、色の幅を持たせてあげるイメージですね。そうですね。でここに来てちょっとなんか色数ちょっと足したいなと思ったら、ちょっとだけサイドをちょっと落としてこんな感じで足してやると面白みも出てきますし、いいのではないかなと思います。すいません、ちょっと喉の調子がちょっと悪いみたいで、風邪とかは引いてないんですけどね、ちょっと乾燥でやられてしまうこともあって、ほうじ茶を飲みながらやっておりますが、で逆の方の明るくする方にはちょっとね、明るい茶じゃないですね、黄色系の色もちょっと足してあげてもいいと思います。まあこんな感じでねちょこちょこ描いていって、でなんか質感っぽいのも入れたいんですけど、それを入れるときはあんまりこう色の差がこう顕著にドコーンともう突き抜けて色変わってますよっていう感じではなくて、ちょっとね変化があるようなイメージで、まあ、ちょこちょこっと、あここにもなんか強い光当たってるかなぐらいの色の変化があるとかっこよく見えてくると思います。でよーく見てる観察していると気づくかもしれないんですが、ここはね寄った葉っぱを見て初めて気づきました。あのこういうこううねうねしたところって結構ね色がねちょっとだけ変わってることもあるんで、それを足してやってもいいかもしれないです。でなんかこうくるんってなってるんで、こうくるんってなってるっていうか、うん、こう凹凸ができてるんですね。こう巻き込むような形で凹凸ができてたりもするので、ここでちょっとね寄った葉を描くときだけでいいと思うんですけど、こんな感じでねちょっとした一味をこう足してやったりとか、そうすることによってさらにこうねリアルな感じに見えてくると思います。特に寄りのものを描くときなんですけど、あのしっかり本当に写真とか見た方がいいかもしれないですね。まあ、全部に入れる必要もないので、まあ、ところどころ気になるところに集中してこうサッと入れてやるとぽくなってきます。よいしょ。でこういう感じでこうね明るい部分作ってやったところにはもうちょっと色を変えてやって、質感というかタッチというかもうなんかちょっとねつけてやるとさらに良くなってくると思います。
そうですね、こう本当に一筆ちょこちょこっと乗せてあげると結構雰囲気の出たいいものになるんじゃないでしょうか。まあこれ乗せすぎるとあれなんですけど、さあそんな感じでやってきてはいるんですけど、もうちょっとね色を足したりとかしたいんですよね。よいしょ。そう、こんな感じでちょっと。さあ、で、これがだいぶ入ってきたら、次は、もう書く葉っぱと書かない葉っぱがあるんですけど、ここまでやったら書いてもいいと思うんですが、葉の葉脈をちょっと入れてみたいと思います。まあ、こんな感じでちょっと色を作っておいて、よいしょ。 作っておいて、ちょっと真ん中にスッと入れてあげる。かつ、ちょっと色なんかも変えて、これも描くところと描かないところがあってもいいと思います。で、葉っぱなんですけども、先っぽに行くにつれてちょっと見えなくなってきちゃうっていう感じもあるんで、まあ本当にこう書くんですけど、ちょっとずつ途切らせながら入れていくといいと思います。で、ちょっと不透明度なんかも下げたりして、ちょっとここだけは精密にね入れておいた方がいいかもしれません。あとでどうにでもなるっていう方は、あまりしなくても大丈夫かもしれないですが。さあ、そんな感じでこう入れてまいりましたらですね、次は、こっちの外側に続くのを入れてもいいですし、入れなくてもいいと思います。ハイライトはもうどっちでもいいと思います。入れても入れなくてもっていう感じだと思うんですが、もう最初の付け根の部分あたりはちょっとだけ入れといた方がいいかなっていう感じなんですけど、で、そこからはですね、こう、今度は影をね、入れつつ、描いていきたいと思います。影を入れつつ描くっていうのは、こうしっかりとした、もうすごいパッキリとした影を入れるんじゃなくて、この葉脈のある部分、あろう部分にちょっとだけ、削れた色とかをのせてあげたりとか、何でしょうね、ちょっとした凹凸を表現してあげるイメージですね。で、これあんまりですね、こう暗いとですね、すごい目立ってきてしまって、不自然に見えてきてしまうので、ほんとこんな感じでいいと思います。弱い優しいタッチを入れてあげる。そうすることでね、ちょっと馴染むような葉っぱのタッチが出てくると思います。それを全部に入れるんじゃなくて、ところどころね表現してやりながら入れてやるっていうのが重要なので、書くというよりは変化を与えて、こう何かありますよっていう感じの意味合いのタッチを入れてやる。それでいいと思います。これもまた入れすぎると不自然に見えてしまうんで、
で、ここに来たらもうね、溶け込ませちゃってもいいですし、こんな感じで入れつつ、でも暗い方にはもう何も入れないとかっていう選択もあるので、まあ、こんな感じでちょっとね手を入れていっています。じゃあちょっと書き進めていきます。さあ、というわけで進めてきました。でですね、まあ、ここからなんですけど、まあ、一味足すという意味で、あの穴が開いてたりとか、あの虫に食われてたりする表現をしても面白いと思います。ちょっとね、消し込んじゃって、こんな感じでちょっとやって、消し込んだ後に、ちょっとだけ足しちゃいますけどね。こんな感じで消し込んだ後にさらにちょっとね黄色とか、この枯れた色、枯れ葉の色っぽい色でちょっと描いてあるとか、そういうことをすることによってしっかりと色が乗ってきます。あと馴染んできますね。まあ、こうやってやっておくと後からまあ描きやすいというか
描きやすいんじゃなくて、馴染んで見えやすいとかですね、ちょっと色を変えておいたりとか、そういう細かいことをちょっとね、ちょっと枯れた色っぽい色でちょっと乗せてやるとか、そういうところをしっかり表現しておくと、馴染んで枯れた色が乗っているように見えやすいと思います。でさらにここからちょっと色を変えてやって乗せてやるとか、そうすることによって自然な枯れた表現になってくると思います。で一番ちょっとね、周りの気になるところだけはちょっとこういう色をのせたりしてあげてもいいでしょうし、でこれで普通にこうね、上から見ている葉っぱはこれで仕上げ終わりみたいな感じで、次またちょっとね、角度を変えて描いてみましょう。でもしここ目立たせたいのであれば、今回ちょっとね、後ろ後ろなんで分かりづらいんですけど、ハイライト入れてあげるとね、いろいろ情報量も増えていいと思います。ただ色数が減らないようにちょっと気をつけてあげてください。これでちょっと情報とか硬いタッチを入れてあげるだけで少し違ってくると思います。さあ次、今度はちょっとね、薄っぺらい葉っぱなんかも描いてみたいと思います。まあ、基本的には、ちょっと先に形を取るんですが、今からちょっと先に形を取って進めていきたいと思います。さあ描き進めてきました。ちょっとだけ形を取って整えた感じです。でここからはですね、しっかりとこれに色をつけて描いていきたいと思うんですが、今回この葉っぱはちょっとですね、特殊な描き方ではないんですが、特殊な描き方っていうか、あれですね、日の当たった時の、葉っぱの特性を見れるものになっているのではないでしょうかと思います。基本どういうことかというと、今から色をつける部分が葉っぱの表面です。今からつけますね。ここが表面で、次に色をつけるのが裏面になります。ここですね、でさらにですね、ここに、表面の方にちょっと質感を入れていきましょう。こんな感じです。でこっち側にも入れていきます。申し訳ないです、ちょっとですね、乾燥のせいで喉がね、痛いとかそういうわけじゃないんですが、ちょっとね、喉の方が痰っていうか、なんだろうな、痰ですね、痰が絡んできてて。さあこんな感じで塗っているんですが、なぜこっちの表面の方がですね、暗くなっているかね、後で説明しますが、まずこっちの裏面、で、最初に言っとかなきゃいけなかったんですけど、ここの葉っぱの光はですね、ここですね、
まあ、こういうふうに上から、まあ、まあ巡行でもいいですけど上から当たっていると仮定して考えていきたいと思います。で、葉っぱの表面、まあ、この面ですよね。この面は基本太陽光を受けて反射して緑の何ですか、地の色っていうか、まあ、緑の色相が反射して目に映ってるんですが、こっちの裏面ですね、明るい方、こっちの明るい方がなぜこんなに明るいのかっていうと、この上から当たった光が透過して ここがこういう色になって見えてるだけなので、別にここが明るいわけではないですね。こう上から当たった光をが突き抜けてこっち側に光が突き抜けているから、この裏面が若干こう明るくっていうか彩度の高い色になると思います。そうですね、もう本当に例えて言うなら何があるんだろう。そうですね、結構巡光でこういう光の当たり方をしてるからっていうのもあるんですが、ライトを直接照射するとですね、光の強さが強すぎてこんな感じにはならないんですけどね。若干こうこの上の部分がほぼほぼ白く飛んでしまって裏がこんな感じになるっていうイメージです。まあ、自然の太陽光を受けている葉っぱはこんな感じに見えることもありますよっていうので一つ覚えておいてもらって、それをちょっと表現していきたいと思います。でこういうところちょっとね明るくなるようにちょっとだけ色をね足したりとかして、でちょっとこっちをなじませるような色を足したりして描いていきます。で本当にこの葉っぱって本当に薄いものですから、まあ、こうね髪がねこうくねくねしてるようなイメージでやってもらえればいいと思います。なんでこうねあんまり厚みをねつけすぎないように描いていった方がうまく映ると思います。さあ、まあ、こんな感じで整えて、あとはちょっとね細部を確認しながら描いていくだけなので描いていきます。
さあ、書いてまいりました。まあ、こんな感じでね、今回はこれでちょっとこの角度はちょっといいかなっていう感じですね。まあなんですけども、ちょっとあとはもし入れれそうで、あの不自然になりそうじゃなければ、ここにハイライトなんか入れてもね、なんかギリセーフみたいな感じで、多分そうですね、ギリセーフっていうか、なんて言うんでしょうね、うん、入れてもなんか様になるじゃないかなと思います。今ちょっと白で入れちゃったんで、ちょっと色つけた方がいいかもしれないですけど、さあそんな感じでこの角度はこのあたりで、終わって、次もう一枚どんな角度でいこうかなっていうところなんですが、そうですね、何がいいかな、ちょっと書きながらやってみます。さあそれではちょっと書いてみましょう。はい、形を取ってきたんですが、ここからですね、まあ、こっちも同じようにちょっとね、色をつけて、まあ、ささっとやってしまいたいと思います。そこまでこうがっつりがっつりやらないんですが、まあこんな感じで、まあ最初と一緒ですね、色つけて一番光に当たってる部分を演出してあげ、で今回ちょっと先っぽをちょっと暗くして、うん、であとはちょっとね、面の陰影を意識してつけてあげる。まあこうすることによってポサが出れると思います。まあ、これだけでも本当にちょっとした変化でポサはもう出てると思うんですが、まあこんな感じかな。でここからちょっとさらに濃い色とかを使って、でちょっとの変化をつけてあげれば、もうこれでしっかりといい感じになってきてるんじゃないでしょうか。でこれ以上の陰影をつけたりとか書き込みをしたい場合は、しっかりと後ろの、余白部分の白い面も書かなきゃいけないので、そうしないとちょっとね、ここでそれをやってしまっても、あの後ろが白なんで、あまりね目立ったりとかしっかりして見えてはこないので、それをやるときはしっかり後ろも書いてみるといいと思います。まあ、こんな感じで、でちょっと気になるところに葉脈っぽいのをちょっと入れてやれば、それだけで雰囲気は出るはずです。このぐらいの本当微細な変化をしっかりかければ、葉っぱっぽくは見えてくるので、安心して描いていってもらえればいいと思います。さあこんな感じかな。ちょっとそれでは、ちょっとですね、しっかりちょっと手を入れていきます。
はい、というわけでですね、書き進めてまいりました。で、今回はこの辺りで一度終わりたいと思います。で、葉っぱを描くときに葉っぱの形、まあこれなんですけど、まあ最後に描いたこれなんですけど、まあ本当に紙を描いてるような、あの紙のような薄さのものを描いてるようなものなので、基本的にはそうですね、どんなパーツがついてるのかをしっかり理解した上で描くことが重要だと思います。薄さとか、あのこの光の透過される感じとか反射の感じとかもそうなんですが、それに加えて、まずね、この葉っぱの形に対してちょっとパースを四角でもいいんで引いて、グリッドを引いてみるといいと思います。もうこれはほぼほぼ真上から見たやつなので、まあ、こんなイメージですよね。パースはこれはちょっとね、横から見た感じでしっかり薄さを出したいので、ちょっとすいません、ここかな、こうしとこうか、でこっちをこうしとこうか、でなるとこういうパースがねついて、線が引くのって来ているはずなんですね。まあ、そういうのをね、しっかり意識して書くのとしないで書くのだとまたちょっと違ってくるので、もうちょっときつくした方がいいですね。まあ、こういうイメージですね。こういうのをしっかりね意識して書きましょう。で、これはこれで、もうほぼほぼ、これは横位置ですね。もう横位置で、こう、葉っぱの、横位置で折れてるイメージですね。こんな感じで。こういうのをしっかり理解した上で書いてみるとまた別の表現につながると思います。これもこっちはこうこう来ている感じですよね。よいしょ。さあ、まあ、こういうのもしっかり意識して書いていくと、立体感のある葉っぱが書きやすくなると思います。で、まあこれ3枚書いたんですけど、ちょっとこれを移動させてくっつけるだけでも、葉っぱの群衆じゃないですね、葉っぱの塊っぽくもう見えてくるので、これだけでくっつけただけでも、これちょっとこっちは大きくした方がいいかもしれないですけど、まあ、なんでそういうのもちょっと意識して描いてみると楽しく描けるんじゃないかと思います。よいしょ。さあ、それでは今回はね、葉っぱ、欅の葉っぱ、こちらを描いてきました。皆さんもよりの葉っぱ難しいと思いますが、ちょっと一度挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけでこの辺りで終わりたいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。